あ1800万の枠ってびっくりでしたよね、あの現場の人間でも結構びっくりしました、ねえ、この金額の無税枠って、えー、だってあの、ね、一般の人たちは普通に金融資産1800万持ってないわけですから、うね、もうほぼほぼ無限に近くあの、どんな投資をしても税金がそうそう多分、<laughs> 堀江さん全然関係ないんですけど、そなんかでも SBI の案件動画で、堀江門チャンネルで、 やったんであと、「ニュースピックスで「そのザ・マーケット」って新しい番組始めたからじゃあ買わなきゃなと思ってオンライン証券でそれで楽天株を買ったんですけど、うん、え初年度400万までしか買えないの 一瞬でなくなるじゃん、この枠とかと思って、全然使えねえなとかって思いましたけど、確かに使えるです、ね、一般の人からすれば、ものすごい金額ですよ、うん、もうそれで例えば1800万無税枠があって、20年、30年、例えば S&P500 でも何でもいいんですけど、うん、あの例えば、まあ、寝てて待ってたら3、あの30年経ったら、それこそ倍になってました、3倍になってました、それだけである意味、自、ね、分、解決ですよね。あの僕それ まあ歴史を俯瞰してみるとその世界の時価総額ってのはずっと上がり続けてるわけじゃないですかでもこれは理由があって一つはもちろん人口が増えてるとあると思うんですけど人口以外で人口減になったらじゃあ下がるかっていうと僕はそうは思わなくてなぜかっていうとイノベーションが変えていくんでイノベーションが全て人間の富を作り出してるわけじゃないですかこれだけ便利になってこれだけ豊かになってる一つの一番大きな原因というのは技術革新なわけで,で技術革新は今後も起こるわけじゃないですか あのすごく大きな技術革新がまだまだ待ってるんでそれは何を見たら分かるか。